統一地方選挙当選組が次々に任期スタート。議会の中にある会派、これって一体何？会派を組むメリット、デメリットとともに説明します。はい、こんばんは。参議院議員の乙武俊です。チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願いします。5月の1日の月曜日にこちら収録しております。まあ世間一般ではゴールデンウィークということで、この狭間の2日間、この2日をね、お休みにすると何連休なんだ、7連休で8連休になるんですかね。なので今日は出勤されていない方も多いと思うんですけども、私はちょっとやることが山積みですので、議員会館に来て普通に仕事をしております。さて、この5月1日から新しくね、議員としての任期がスタートするという方々が多いと思います。4月に統一地方選挙というのがありましてね、でこれ選挙当選して万歳ってやったその日から任期が始まるわけではなくて、でそのまだ前回のね、昨日議員たちが月末ぐらいまでこう任期があって、で5月1日に入れ替わると、まあ、いうのが通常の流れです。でこの5月1日かどうかというのは各それぞれ議会によって異なるんですけども、まあ、概ね多くの統一地方選挙やった議会においてはですね、5月1日から任期がスタートするという方々が多いと思います。ご当選改めておめでとうございます。ぜひね、初心を忘れず、これね、本当初心忘れるべからずってね、本当にいい格言で、言うのは簡単なんですけど、行うは形と、これほどね、難しいことはないと思います。やっぱりこのね、初心というのがね、みんなあって、最初受かった後も謙虚に頑張るぞと、駅立ちとか政治活動もしっかりやって、みんな有権者と触れ合う機会をしっかりキープしていくぞって思ってもですね、大体ですね、8割から9割ぐらいの議員さんはもう駅に立つのをやめ、心情を聞くのをやめ、個別訪問で回るのもやめてですね、もう結局自分たちのやりたいことだけやってしまって、そして有権者の方と触れ合う機会を激減し、4年後の選挙では落選すると、まあ、いうような方も非常に多いのでね、まあ、初心忘れるべからずで本当に頑張っていただきたいなというふうに思います。でさて、そうした中で議会が始まると、まず会派をどうしますかという話から、スタートいたします。でこの会派って何よっていうお話なんですけども、かつて私のブログとかで何回か取り上げているんですけども、これ党派とは違ってね、党というのは日本維新の会とか、選挙の時にどこどこ公認とか推薦とかでこう選挙をやるわけですね。でこれは国会議員も地方議員も一緒です。で受かった後、じゃあその議会があって、国会もそうなんですけども、議会の中では党と党を超えて会派、グループを組む場合が、あります。まあ、国会は大体もちろん党単位のことが多いですけども、例えば参議院にはですね、国民民主党新緑風会っていう会派のがありまして、国民民主党さんと無所属の加田さんかな、それが組んでいて、それは新緑風会っていうこのグループ名なんで、国民民主党と新緑風会連合軍ということで、一つの塊として、グループで参議院では活動しているということなんですね。なんでこの地方議会においてもですね、例えば日本維新の会無所属の、日本維新の会無所属議員の会みたいな、日本維新の会兼無所属議員の会とかですね、そういう日本維新の会と無所属のメンバーが会派を組んだり、あるいはこの間京都で大きなニュースになりましたけども、日本維新の会と国民民主党と、あと京都党という地域政党が3党派で合同会派を組む、共同会派を組むということも報じられました。なのでこの国会内とか地方議会においては、選挙の時の党派とは別にですね、まあ、政策実現ができるのであれば大きなグループを組もうということで、この連合軍、このグループ会派を組むことがあるというのが一応大前提のこのお話でございます。じゃあその党派を超えてまで会派を組むメリットデメリットって一体なんじゃらほいと、どういうのがあるんですかということ、何のためにそんな党派を超えてねグループ組むんですかということになりますけども、当然民主主義というのは、まあ、数というのが重要でね、それだけで全てが決まるわけじゃありませんけども、議会制民主主義は最後多数決で決まりますから、議会の中の様々なこともこの会派グループの数によって決まっていきます。委員長というね、各委員会がいっぱいあって、委員長のポストとかね、じゃあどこの会派にどのグループにいくつ割り当てましょうかっていうのは当然所属の議員によって変わってきますし、あとよくあるのはね、交渉会派っていうんですけども、まあ、大体ね3名とか4名とか一定数以上のこのグループになるとですね、その公式ななんかグループとして認められて、例えば代表質問っていうのがグループを代表して区長とか市長とかね、これ行政側に質問する機会っていうのがね、大体どこの議会にもあります。でもこの代表質問っていうのは公的に認められた会派じゃないとこの代表質問という機会には立てない、まあ、その一般質問といわれる各議員個人個人の質問の時間というのはそれぞれ与えられるんですが、このグループに与えられる代表質問というようなものはやっぱり一定程度の大きさ以上の会派にしかこのは与えられないという議会が多いです。なのでこの交渉会派、公式なグループになるために
人数を増やさなきゃということで、例えば維新だ日本維新の会だと2人しかいないけど3名から交渉会派になってこの代表質問ができる機会が与えられるとかですね、あとその交渉会社この公式なオフィシャル会派になると、まあ、議会運営委員会とかその理事会とかね、そういうなんか議会のスケジュール決めたりとか、大事な物事を決める会議に一つ席がもらえてその場にちょっと参加できるようになるとかですね、結構この交渉会派公式会派みたいなものになるとメリットが結構大きいので、そこを目指してね、まあ、維新だけでは、国民民主だけではその人数届かないけど、維新と無所属が組めば、あるいは維新と国民民主が組めばそのグループに達しますよという時はこの会派を組むということが、あり得ます。まあ、一方でですね、当然デメリットというのも、まあ、あるわけで、こうした物事にはね 100% 正しいことってないのでね、難しいですけども、当然ね、この他の無所属であれ国民民主党さんであれ組めばですね、純度 100% のグループじゃなくなるわけですから、維新の会のメンバーとしてこういうことやりたいと思ったとしても、いやーで代表質問でねガンガンそういうことを市長とか区長に突きつけるんだって思ってもですね、いやいやちょっと維新さん、うちはね国民民主としてはちょっとそこまでは今政策で踏み込んでないんだよね、だからちょっとその質問は区長とか市長にやんのやめてくれないかなと、やっぱ代表質問ってのはね会派を代表しての質問だから、そういうこと言ってほしくないなとかね、まあそういうことでブレーキがかけられてしまったりね、あるいは一般質問とか普段のこう活動においてもですね、ちょっと一緒にグループ組んでるんだから、あまりにもねこの国民民主とか無所属とちょっとあの違う考えをねバンバン述べるのはやめてほしいとか、それはやっぱ人間関係だからいろいろ出てくるわけですよね。そういうことでこうやっぱり本来維新としてはもっとエッジを利かしてバンバンやりたいことがあったり、バンバン言いたい政策があっても組んでいる会派のメンバーに気を使ってやっぱそういうことができなくなってしまうと、維新としての PR 党としての PR というのができなくなってしまうということもあるというふうに思います。なんでこの会派を組むメリットデメリットっていうのはそれぞれあるわけで、これ考え方一人やって大きく違います。多少の違いがあっても大きな会派を組むべきだという政治家もいれば、いやいや基本は単独でね きっちりと維新のねとか維新なりなんなり自分の党派の政策というのをアピールしていくことが有権者に対する責務であると考える方もいらっしゃいます。で、私はどっちかといえばこれはもちろん各議会とかの状況とか、あるいはその組む相手とかにもね当然寄ってくるわけですけども、私は原則はやっぱり単独会派であると思います。なんか党派にこだわってやるのはナンセンスだっていうようなご意見とかも結構あるんですけども、やっぱりそれは維新日本維新とかへの政策とかですね、この看板に期待をして投票してくれた方々がいらっしゃるわけなので、まず原理原則は維新としての政策が貫ける 100% の力でコミットできる体制をちゃんとお示しするというのが私は重要だというふうに思います。でね、少数会派と何もできないかっていうとそういうわけでもなくて、これやっぱりこれ裏表があるわけでね、少数で、純度 100% だからこそできることってのは、ね、たくさんあるわけですよ。で、例えばこれ最近よく話してるんですが、柳瀬さんがね、都議会で一人会派だったりとか、ほんと少人数会派だった時があったんですね。で、私はその時は別の会派にいて、みんなの党であったり、都民ファーストの会であったりとか、ちょっと別の会派にいて、柳瀬さんとバチバチやり合ってた時があるんですけども、ある日柳瀬さんがね、テレビカメラとかマスコミを引き連れてね、会派の会社に乗り込んでくるわけですよ。なんだろうと思ってはいはいって出てくると、なんか身を切る改革、都議会議員の給与カットとかに、これ賛成か反対かと、賛成だったら今なんかこの書面になんかサインをしてくれみたいなことを言ってくるわけですよ。で、なんかそれでいやいや、そのちょっと当時は僕はみんなの党のだったかな、なんかといや、なんかその身を切る改革とか経験にそんなすぐに給料を減らすってことには賛成できないですし、まあ議会の改革協議会とかいろんな場でね議論してるから、そこで話し合いましょうよとか言うと、じゃああなたは反対ってことですね、身を切らないんですねとか言って去っていくわけですよ。そうするとまあその引き連れてきたメディアが、まあそんな別にテレビニュースにね地上波になるわけじゃないですけども、ローカルニュースとかでは取り上げて、まあそのエッジが効いた身を切る改革をしっかりと維新とそれにひよってね、すぐに賛成だって言えない他の会派みたいな構図を作って世論に訴えかけていくみたいな、かなりパワープレイですけども、まあ、こういうことをね柳瀬さんは特にそういうことをやってたわけですよ。でもこれは維新単独会派だからそういうことができるわけで、当然無所属とか国民民主党と組んでて、その方々が身を切る改革にちょっと慎重な立場だったとすれば、そんなエッジが効いた攻め方はできなくなるわけで、まあ、やっぱこの少数会派は少数会派なりの議会の立ち回り方とかね、世論への訴えかけ方っていうのがありますんでね、でまずはそういうことをねしっかりやってみてですね、でまあ本当にこの、まあ、新人議員の方が多いですから、1年2年この議会の中で見て、やっぱ交渉会派になって代表質問する必要があるなと、代表質問とか条例提案できればもっとここが変えられるなっていう具体的なことが明確にあればですね、その会派を組んでいくということも検討したらいいと思いますけども、まあ、いきなりやっぱ1年生議員の方々が入ってね、いろいろ先輩から言われるわけですよ。数は力だとか、君たちが来れば交渉会派になるから、じゃあでかいグループになったね、そしたらすごい委員長ポストも来るし質問時間も長くなるしいいことだらけだよとか、まあ、いろんなこと言われると思うんですけども、でもや
やっぱりまずは単独会派でちゃんと信念政策を貫いていくと。でその上でね、本当交渉会派になるとか委員長ポストが来るってこと自体はそれは目標じゃないわけですよね。じゃあ委員長ポストなり増えた質問時間を通じて一体何ができるのか、実際具体的にどういうことが可能になるのかと、そこまでがしっかりと見えるようになって、有権者の方々、維新という候補者に投票してくれた有権者の方に説明がつくようになればですね、それは一つの選択肢だと思いますけども、まあ、そうじゃない時からですね、まず数だとかですね、なんかお誘い受けたからとかで、あの会派をね、経験に組んでしまうということは私は違うかなというふうに思ってますので、その点はあの東京維新の会の全体会議でも皆さんにお伝えしてますし、まあ、原則は単独なんだと、まあ、いうことでね、しっかりと皆様にも、あの、説明して、また個別の相談にも載ってるところでございます。まあ、ルールいろいろと、あの、ご心配をかけをした点もありましたけども、まあ、5月1日、まあ、今回多くの、自議会でこの会派結成届を出せれるわけですけども、あの、まあ、あの、おおむね皆さんの心配は、あの、昨日柳瀬さんも言ってたみたいですが、解消される形でしっかりと、会派の結成届も、出されると思いますし、しっかりね、単独会派で組むとこは、単独で維新の肌を立てていくと、まあ、いうことで、やっていきたいというふうに思います。で、またこれは会派の結成届が出揃いましたら、あの、ツイッターとか、ブログ等々でも皆さんにご報告させていただきますけども、まあ、これがあの根本にある考え方の維新としては、これは幹事長藤田文武幹事長もあの各総支部各議員に通達出してますけども、原則単独であると。でもう例外としてまあ組んだ時もね、日本維新会の名前がちゃんと入って、でまあ状況的に確かに数が増えれば維新のこの政策が実現できるな、維新にとって、その維新を支持者にとってもプラスだなというふうに総支部が許可をした場合のみですね、共同会派が設立できるということでありますので、この総支部、東京であれば東京維新の会のこの承認なくして、勝手にこの、あの、維新じゃない議員と無所属であれ、国民民主党であれ、どこの党であれですね、あの、許可なく組むということはできませんので、そこはしっかりと、あの、有権者の皆さんの期待を裏切らないようにですね、我々としても、あの、監督というかね、あの、コミュニケーションを取っていきたいというふうに思いますので、ぜひ、あの、今月のよろしくご注目とご指導ご鞭撻、そしてこの YouTube チャンネルにはチャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。